はい、今日は、この小物パーツに、ボディカラーを塗装していきます。使うカラーはこちらですね、タミヤの TS7 番レーシングホワイト、こちらのカラーを使うんですけれども、まず塗装する前に缶を1分ほどお湯に入れて温めます。お湯に入れます。ちょっと缶が少し浮いてきますので、重りを乗せて浮かないようにしておきます。この状況で1分ほど待ちます。はい、約1分ほど経ちましたので、缶スプレーをお湯から出して、振ります。まず缶スプレーをフリースで包みます。はい、この状態にしてから約、これ缶スプレーも1分ほど振ります。はい、それではこれから小物パーツに、ボディカラーを塗装していきます。最初にまず軽くホコリをブラシで払います。小さいパーツ飛んでかないように気をつけてください。じゃあ缶スプレーします。最初に軽く空拭きをします。はい、塗装します。缶スプレーを拭くときは、いろんな角度から拭いていきます。いろんな方向、向きを変えながら、缶スプレーを塗装していきます。一箇所に集中しないように、持ち手を変えたりしてまた塗装をしていきます。はい、1回目の塗装はこのくらい軽くかけて終わりにします。